ちゃ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 。なちゃん、ちゃちゃ行っちゃったよ。しょうがないよ。だよね、羽割り家で死ぬことが起きたのって。ね、昨日夜ちゃちゃ見た？見た。元気だった？元気だった。ママ今日あのお昼ぐらい見た時もこんな感じだったんだよ。パパ帰ってきたらちゃんと組織やろ。心臓をこうやってやったら生き返る？もう無理ですね。生きてるよ。これ生きてるよ。
生きてるでしょ。で、生きてるでしょ。生きてるよ。あと1年生きれるでしょ。動かないよ。ちょちょ。今からチョチョの葬式を始めます。今回はお家に埋めたいと思います。離れたくないからね。はい、庭でやりましょう。はい、行きましょう。な。ちょっとバイバイ、ありがとう。バイバイ。大好きだよ。うん、うわ、まだ柔らかいよ。かわいい。え？動いてる？え？大丈夫？動いてない。びっくりしちゃった。かわいそう。泣き撫でる。どうしたの？シャチャ一体。なんでこういう風になったの？おしっこ漏らした。え、ちょっとちょっと、その状態で放置やめてよ。土の中に埋めます。埋葬が終わりました。はい、まあ、こういうペットを飼うときはですね、まあ、心をちゃんと決めてから飼いましょう。はい、そう、別れるときはやっぱり悲しすぎるよね。はい、だからパパはね、あのペット飼うの反対。この日、こんな日が来るからね。うん、パパ昔もあの猫ちゃんとか、ね、小さいときは飼って、やっぱりお別れときは悲しすぎるよね。うん、かわいい、かわいい。はい、ということで、はい、ずっと YouTube の動画で残ってるからね。あの、忘れないよ。